どうも、アキです。パワプラアプリやっていきます。今回はこちらの目指せ世界の頂点狙い撃ちガチャを大ガチャ、小ガチャそれぞれ10連ずつ回していきたいと思います。今回のガチャには新イベント目指せ世界の頂点のボーナスキャラになっている、ギャネンドラというキャラクターが新登場していますね。はい。で、今回は、イベキャラボックスに入っていればそれだけでボーナスが発生するっていうやつで、かつ1キャラクターしかいないので、まあ、最低でもね、PR は欲しいなっていうところで、まあ、こっちで SR 出なくても、こっちさすがに10連引けば1枚は出るだろうと、まあ、いう目論みもあります。あとはですね、やはりこのジョー・ギブソン・ジュニア、上限解放ね、やっていきたいというところです。僕はこのバナーの中のキャラクターだと、両端の2人はすでにプラス5になっているので、ぜひギャネンドラ狙いたいですね。これ一応3人とも固有持っていて、新キャラも持ってるのかな？ちょっとそこまだ僕は把握してないんですが、まあまあまあ、割かし有能どころ、まあまあまあ、中の上ぐらいかなっていう印象があります。では行きましょう。はい。さあ、ギャネンドラ。来い、ギャネンドラ。ここギャネンドラ来てくれれば嬉しい。さあ、SR 確定演出ではないんですが、SR は出ますと。ギャネンドラ！うわー、ビクター！ビクター！で、5回目も一応 SR 確定ではありますと。はい。ただ、ギャネンドラ確定だったら5回目まで引くんですけど、ギャネンドラ確定ではないので、ちょっと考えどころですよね。特の、盗塁、流し打ち、固め打ち、ローボールヒッター、ヘッドスライディング、本塁生還、速攻窮地。このヘッドスライディングは教えてこないやつですね。はい、1塁って書かれてないので、最近のアップデートとかで、これが直ってない限りは教えてこないやつですね。うん。まあ、ゲッツー崩しはただ潰してあげましょうと。まあまあ、本塁生還とか持ってるっていうところはいいかな。オッケー。じゃあ、こっち行きましょう。いやー、ちょっと、ギブソン・ジュニアの解放も進めたいっすね。うん。初回5回目が SR 以上1枚確定。まあ、ただ、ギャネンドラの出現率だけ大アップなんで、まあ、さすがに100連ぐらい引いたら SR 出そうですけどね。そこまでではないかな。というのもですね、今回のイベントが、なんと珍しく、ランキング報酬がないんですよ。うん。まあ、基本的には累計報酬みたいなものだけなので、まあ、そういった点で、同時にメダルも稼げるので、まあ、普通やってもいいかなと。時間はかかってもね、悪くはないかなというところで、まあいいでしょう。複数枚消費も最終日あるので、まあメダルを稼ぐ、ついでに、報酬もね、回収してっていう感じにしようかなと思っています。はい。てか、普通にスタジアムの試合をやるだけで、結構報酬も豪華なんですよね。限定の SR キャラもくれるみたいですし、まあ、天才の入部届とか、その他もろもろ、かなり良さそうですね。で、メダルもなんか途中いっぱいくれるんですよね。さっきちょっと見てみたら。なかなか両ゆえっぽくて良かったですね。おお、来た！ SR！ 頼む！ギャネンドラ！新キャラ来い！新キャラ頼む！新キャラ！ビクター！ ビクター！ ビクター！ どんだけビクター出るんだよ。ビクター出すぎ。ただ、ギブソン・ジュニアの PR は結構出ましたね。おー、ギャネンドラ PR、よかった。ということで、はい。狙い通り、最後 PR だけは来てくれたので、まあ、これでそれなりにボーナスがつきますね。OK。先にちょっとイベントを見てみる前に、ギブソン・ジュニアの解放だけやっておこうかなと思います。ギブソン・ジュニアもまあ、使い道なかなか難しいキャラクターではあるんですが、まあ、強いのは強いと思うんでね。うん。なんて言うんでしょう。最大値が見えるキャラクターではあると思うので、まあ、今後も、どういう高校が出てくるかとかによっては全然ね、まだまだ使えてくるキャラクターなんじゃないかなと、僕は思っています。はい。ギブソン・ジュニアいました。解放はまだ1回も進んでません。いいね、4枚。もうプラス4来い、これ。さすがにビクター引きすぎたから、プラス4来い。1回？いいね。いいね、いいね。うん、まあ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 、いいでしょう。はい。やっぱパワー骨っていうのがすごいっすね。はい。あとは特能もまあまあ多いということで、まあこれが活かせるところがあればいいですね。特にパワー比、アベ比、広角を持っているので、あと満塁サヨナラもいいし、
コツはかなり素晴らしいんですよね。パワーコツも持っていて、まあ、こういうボーナスもあるので、うん。まあ、今後に期待というところでしょう。はい、ということでイベントをちょっとね、見てみましょうか。おいしょっと。目指せ世界の頂点。かっこいいですね、バナーが。遊び方はこちら。はい。世界の強豪チームを撃破して世界の頂点を目指そう。まあ、今 WBC がね、やってるので、それに合わせてっていう感じだと思います。一週間ありまして、まあ、世界の強豪チームがどんどん現れてきますと。で、ここを撃破していくと、メダルとかをね、どんどんもらえるみたいです。で、それとは別に、ポイントの合計で累計報酬みたいなものがあったりもしますと。はい。ただこれ、一日ごとにどんどん地域が追加されていくのかな。だから本当にまったりやってればいいかなっていう感じですよね。よいしょ。で、これ、さっき一試合だけやってみたんですけど、僕これ、奪三振が来たんですよ。で、60倍ぐらいだったんですけど、奪三振が来た時は、投手操作しか来なかったので、まあ、基本的には撃破ポイントをね、貯めていく感じになると。で、これ真ん中のチームが強豪に変わるんですよね。で、奪三振で、投手操作しか来ないと、あの真ん中の相手って自分よりチームランクがかなり高い相手じゃないですか。僕今 S2 なんですけど、S4 とかが確か出てくるんで、S2 だっけ？違うか、S3 で S4 が出てくるんだ。で、結構強くてですね、その時1対6で負けたんですよね。点取れなくて。で、メダル獲得できる枚数が減るっていう。だから基本的に、うん。打者操作の方がいいな、なんて思いましたが、まあそれはさておき。はい。ここで話しておきたいのは、倍率がめちゃめちゃ高いので、例えばこれ、安打が出たら、もう強振打ちすることはまずないですね。はい。まあ撃破することだけを考えると、基本的には安打が出たら、ミート打ちでやった方がいいと思います。ただまあ最終日のそのメダルのことだけ考えると、まあ複数枚消費とか来たら、まあ強振でね、メダル稼ぎやるっていうのもありかなっていう感じですね。はい。あ。で、お題の種類によって倍率決まってるんですね。奪三振は20から60。じゃああれがマックスだったのか。なるほど。はい。で、これがさっき言っていたボーナスキャラでポイントアップ。ボーナスキャラを獲得すると撃破ポイントがさらにアップということで、これはイベキャラボックスにいればいいですと。倉庫とかだと、確かダメだったと思うので、ボックスにね、ちゃんと入れてあげましょう。はい。プレゼントボックスでもダメですと。まあ、PR で一応 50% ですね。うん。ということで、まあ、小ガチャの方がまだ確率高いんじゃないかなと思いますね。このギャネンドラ、ゲットするためには。はい。で、これが撃破報酬。これが、その各国？各国、各地域。各国ですね。はい。各国を倒した時にメダルをもらえると。これ結構良くないですか？合計でかなりのメダル枚数ありますね。これ非常に嬉しいですね。よいしょ。で、それとは別に、地域突破報酬。国と地域がそれぞれあるんですね。で、ここでナヌークっていうキャラクターもらえるみたいです。ナヌーク。かっこいいのか？ちょっとわかんないな。ナヌーク。魔術師。はい。肩キャラですね。で、累計報酬もありますと。で、限定チャレンジまでありますと。まあ、なので、普通に試合をやっていれば、いっぱいいろいろアイテムをもらえるっていう感じで、いいんじゃないですかね。はい。よいしょ。こんな感じですね。OK。OK でしょう。閉じる。はい、ということで、まあ、普通にね、試合やるだけでいろいろ溜まっていくので、なかなかいいんじゃないかなと。個人的に思っています。あとは、メダルもね、ちょっと稼ぎたいなっていうところですね。まあ、今月も招き猫もちろんマックスで交換していて、あとメダルが15万枚メダルぐらいしかないので、まあ、ちょうど僕もタイミングとしてはありがたかったかなっていう感じですね。はい。OK。まあで、なので、ちょっと試合に勝ちやすくしようとかすると、こうやってエース枠だけ交代して、実質のチームの中身は変わってないんだけど、こう戦う相手を弱くする。みたいなのはね、ちょっとやっていこうかなと思っています。はい。で、昨日 WBC があったので、僕まだパワープロ TV 見れてないんですよね。ただ、いろいろ情報が来ていたみたいで、例えば、俊英高校の強化キャンペーンが来るみたいですね。太平楽とか波動みたいなのが来るみたいなんですが、まあそこに合わせて、俊英のキャラクターが一部パワーアップされるということで、カラスマとか小平、パワーアップされるみたいですね。まあ、カラスマはさすがにテーブルと、まあ、あと徳のスタミナコツが邪魔っていうところを考えると、まあ、相当強化されないとなかなか使えないと思うんですが、まあ、小平に関してはちょっと強化されれば全然使えるキャラクターだと思うので、僕は小平かなり注目しています。はい、楽しみですね。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。
この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、ということでね、パワープロの動画いつも楽しみですっていう方はぜひともグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。